どうも春夏秋冬です。今年1年、いろんな活動がありましたけれども、皆さんの応援のおかげで、無事今年を、乗り切ることができました。たくさんのね、いろんな状況下ではありましたが、それでもね、11月22日には、2人での、パフォーマンスができましてね。でそれでいろいろ2人でも話しましたし、今後に活かせることもたくさん見つかったので、またこれからでいろんな発表させてもらうので楽しみに待っててください。ひとまず今年1年本当にありがとうございました。そんな僕たち春夏秋冬からお知らせがございます。なんとね、ちょっと前々から僕自分の配信だとかでも言ってたんですけど、素敵な写真を撮ったんだとね。で今僕たちのアーシャがホームページに載ってると思うんですけども、あれ以外にもいろんなパターンを実は撮っておりました。たくさん素敵な写真があるなとね、この写真をみんなにどうやって渡そうかなと考えた結果ですね、ついに春夏秋冬の、グッズが発売決定いたしました。2022年のカレンダー、待ってたでしょ。カレンダーが出来上がりました。今回のカレンダー、ここにね画像があるんですよ。ちょっとだけお見せしたいと思います。これじゃ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 、おしまい。次、これ、ああやばい、ああやばい、これやばいな、これやばい。そしてこれも、これもなんかもうどうしたん、色気がもうどうしたん、あらどうしたん、あらこんな顔もできるのね、できますね。ということでこんな素敵なね、カレンダーが明日12月の29日の、夜の6時からこちらですね、2000円で販売をさせていただきます。データになってるんでそれダウンロードしてもらって、でこれすげえ本当にいいカメラで画像いいんで、パソコンの待ち受けとかにもできたりするぐらいのやつなんですよ。なんでドーンってやってみてください。ぜひこの間ね、クリスマスの2人のやつもダウンロードしてもらったと思いますが、ありがとうございます。あんな感じのやつがのまた素敵なやつが出来上がりましたんで、それも、明日の、6時から販売開始いたしますんで、ぜひとも、ダウンロードしてみてください。よろしくお願いします。そしてそして、1月の1日にね、来年迎えるんで、その時に僕たちからもご挨拶を渡したいなということもありまして、このよりすぐりの中で俺が一番好きな写真なんですけど、その写真の年賀状が1日の日にダウンロード、こちらは無料でございます。年賀状今年来年も1年よろしくお願いしますの気持ちを込めて、皆さんの感謝の気持ちも込めて受け取っていただきたいので、ぜひそちらも楽しみに待っていてください。いろいろ言いましたが、トータル本当に1年ありがとう、来年もよろしくね。稽古も来たがってたんだよ、でもお前は休んどけって言いました。まだ今体調整えてるんで、みんなも復活待っててください。以上、春夏秋冬でした。じゃあねん、今年ありがとう。